はい、皆さん、こんにちは。今回はグレーですよ。ってことでね。もうこのグレーとかブルーとかですね、黒を切るとね、もうなんか心がすさんできちゃいますけども、まあ皆さん、すいませんね、って形なんですけど、えー、最後までね、ぜひね、ご覧になってもらえればな、っていう感じです。はい、えー、でですね、本日木曜日ということでですね、あのー、毎週木曜日というとですね、メインの週刊誌である週刊新潮そして週刊文春が出るんですけども、 えーとね、文集のね、えー、記事に関してはですね、えー、昨日の夜にね、ちょっとこれも一種のスクープだなと思ってですね、えー、今度はね、あスシローペロペロくんの話じゃありませんけど、今度は、ね、ま寿司、はま寿司がですね、なんかとんでもない、ね、あの寿司ネタを出してるんだみたいなね、消費期限が切れたようなのを出しててね、なんか画策してるんだみたいなね、これもね、あの 俗に言うその文春法じゃありませんけどもそれはもう昨日の時点でね、えー、ちょっとお伝えしておりましたまあ実際はね今朝方あの地名は出てるんですけどねで今回はですね、えー、今朝出ているですね「えー、週刊新潮」の方です、えー、新潮の方ではですねあの皇室関係のネタがね一つ出てましたのでただそのねネタがねやっぱりグレーだなーってよくこんなグレーなことするなみたいな話 なんですということで、そういったちょっとね、話ですので、まあ皆さんにおいては、うーんっていう感じでちょっとご覧になっていただければなっていう感じです。で、話としてはですね、えー、この話に関してはね、確か今週やっぱり出たですね、えー、あれは、週刊女性だったっけなあ、うん、うん女性自身だったっけどっちだったっけなちょっとごめんなさい、どっちか忘れましたけど、あの火曜日に出たですね、女性週刊誌の片一歩の方で報道しておりましたけど、要はですね、 KN 町の新しく4月から、えーまあ、設置される広報室ですね、それの、えー、初代広報室長じゃありませんけども、どうもね、この広報室長に関してはですね、永ミア殿下がいろいろね、やっぱり画策してるんじゃないのかなとかね、あくまで私の想像ですけどね、まあそういったようなことで、えーまあ、こんな感じなんですね。で、まずね、えーえー、こ本日の週刊,文春あ週刊新潮の、ねえー、表紙、こんな感じです。 で、ここに書いてある通りですね、えー、週刊新潮の4月6日後で本日発売日ということです。で、これがまあ表紙なんですけども、で、中身はこんな感じですということで、はい、えー、でですね、今ご覧になっていただいている通りですね、AN 宮殿下がどうも熱望しているような広報室長なんじゃないのもしくはですね、経営長の長官のね、結局は西村さんも絡んでるんじゃないのまた嫌な話だな、みたいな感じです。<laughs> はい、でですね、 え少しずつまたお話をしていきます。で、えー、まあ、初代のね、広報室長は、警察庁の、これど、ね、どもに女性の方のですね。女性のキャリア官僚ということです。あの女性週刊誌のね、あの、記事の中ではね、確かね、F さんとか、うん、F さんだっけな、えー、というような形でね、えー、出てただけだったんですけど、今回はですね、実際、この新庄の記事に関してはね、実名まで出ております。で、この女性キャリア官僚の方で、元々はね、外事部の情報部で、 経済安全保障室長を務めていたですね、ここに書いてある通りですね、藤原さん、これ藤原舞子さんとお,お呼びす,るすればいいと思うんですけど、<coughs> まあ、そういったね、えー、今回の新庁に関しては名前まで出てるっていう話です。 で、えー、この方に関してはですねもともとこのね先端技術が企業や研究機関から俗に言われる C 国だとか K 国だとか NK 国だとかねそういったようなスパイへの流出を防ぐそういったね情報管理ののエキスパート方らしいです要はですね情報管理のエキスパートだ、ねえー、ってそれ以外のその広報のどうやればね、えー、その例えば、えー、経 n 長のね広報っていうかねそういった 皆さんが知りたいようなことを、ねえー、随時配信できるようなそういった広報の、えー、プロじゃなくてあくまでも、えー、このね情報を流出させないようなことのエキスパートなわけですよね非常に気になりますよねってことですねでこの方はですね実際にその以前の投薬湖サミットのね実務なんかでも頭角を現したこの外事警察のエースの方それを、えー、今回はですねこの KN 長の広報室の新しい室長として 投与されたっていい、う話です、はいえー、でですすはね、まあ、ここにちょっと書いておきましたけど、これは結局はですね、皇室報道に関するね、にらみを聞かしたいんじゃないのっていうような話です。もうこれ言っただけでいやらしいけどね。えー 要はですね、経営の庁の関係者だとか、経営の職員自体もですね、これ本当どうなのっていうことでね、えー、もうね、疑問に思っているような人事らしいですよ。要はさっき言ったように、広報の専門家ではなくてですね、あくまでも情報管理のプロ、さっき言ったようにですね、こういったような情報を表に流したらダメよっていうようなことに関する、そういったようなことを防ぐプロフェッショナルな方なわけですね。 えー、ということはどういうことかっていうことかっていうと特にこれ警察署から来た人でしょう要はね今現在のね西村さんのまあ部下といってもね差し支えないわけですよそういったような人をねわざわざ連れてきてるわけですよねということはどういったことが考えられるかっていうと今現在の、まあ、今回新庁ですけどね「まあ、週刊新庁文集もそうですけどそういって、まあ、女性週刊誌もねそうですけどそういったような週刊誌を舞台にした 皇室の関係の話だとか、それこそですね、SNS 上の AN 宮家、もしくはね、あの、エム子さんだとか、KK 息子だとか、KK 夫妻に異議を唱える、すなわち批判をしているような、そういったような投稿に対してですね、毅然とした対応を取る目的なんじゃないかっていうことでですね、もう話しただけでイライラするなって感じですよね。決してまあ ほとんどのね、その SNS、まあ中にあるよ、いい加減のことを言ってる、ね、ところもありますけども、でもねあ、あえて言えばですね、7割、8割、まあ6割、7割ぐらいはちゃんとした事実に基づいて話をしてるわけですよ。私もそういったことをね、もうつくづくというかですね、もういつも気をつけて配信してるつもりなんですけどね、決して嘘は言わないようにということで、これは、それは私のこのチャンネルでもね、えー、じ自身の方針としてね、決めてることなんで、 まあそういったようなことで何でもかんでもですねそういったような、えー、このねブラフじゃありませんけども誹謗中傷記事じゃないけどそういったようなことで、えー、そのね ANN 家に対して批判しているような内容を今度ピックアップしてきてねこの情報管理のプロフェッショナルのこの藤原さんという人がねどうも管理するんじゃないの要はね、 元々この、あの、経営庁の広報室って何のために作られたかっていうと、結局開かれた広室ではありませんけども、要はね、広室に関わる情報が今現在経営庁のホームページ上でもほとんど えー、実際に表に出てきてないという中で国民が要は知りたい話が全然出てきてないわけですよ。でそういったようなことに関して国民が知りたい時に知りたい情報をタイムリーに、えー、知らせてもらえる。なのでこの広報室なるものがね作られたというのは国民の認識であるはずですよね。 この連れてきたこの新しい広報室長、この人は情報管理のプロ、すなわち変な情報が漏洩することを防ぐことのプロ、すなわち、えー、その週刊誌のね、これはどうなのかなっていうような記事に関してこれが本当なのかということを見極めてですね、えー、それこそあれなんじゃないの、ちょっと疑わしいものに関してはね、ちょっと牽制するような経営ののね、配信をするだとかね、発言をするだとか、そういったようなことなんじゃないかなっていう気がしますけどね、イライラするねっていう話ですね。 まあ、というようなことがね、今回の週刊新潮の記事の中にね、えー、書いてあるわけですよ。で、それに対してね、さっき言ったように、これ、警察庁のね、まあ、あえて言えば、 あの元ねこの西村長官の部下って言ってもね言い過ぎじゃないですよね。といったことに関して、えー、先月のね先月今月だ23日の経営の長官の西村さんの、えー、定例会見においてもね、えー、記者からの質問に関してはねなぜこの警察庁から来たかっていうことに関しては特に理由はありませんとかねすっとぼけてはるわけですよ。 ね、自身としては当然その長官なんだから理由とか分かってるに関して、分かってるはずなのにそれに関して特に理由はありませんって。理由がないんだったら長官がそんなことで選ぶわけないでしょって感じで、ね、というふうに思いますけどね。よくこんな発言をすると皆さん思いませんかだって長官の人がですね、少なくともこれ新しくできる KN 長の広報室の 長長ででですすすよよよ一般の職員じゃないんですよ室長ですよそういったような人が、えーえね、あのこの長官の人がですねなぜ警察庁、えー、からの、えー、来る人なのかっていうことに関して特に理由はありませんなんてこんな責任逃れというかですねそういったような発言をすること自体が何考えてるんですかっていうふうに私は思いますけどね。 だってそんなこと知らなななないいいわけないじゃないですか。そんなこと本当,に知らない本当に知らなかったらこの人長官として何の仕事をしてるんですかって話になっちゃいますからね。本当にイラつきますよねこういった発言聞くとね。で、えー、その中でね広報の司令塔として務めを果たしてほしいみたいなねそういった当たり障りのないような表現だけして終わってるわけですよ。 ね、本当にイすライラするねねねって感じだ、ね、はい、えー、でです、ね、そのほかにこの,、えー、この方ねたまに出てきますけども神田修一さん皇室ジャーナリストの方がですねこの方は神田さんはですねちゃんと言ってくれてますよ。で要はね自分たちだけが分かり、えー、やりやすくなる、えー、やりやすくするために警察出身の後輩を呼んだだけでしょうとまさしくそうだよねさっき言ったように警察庁から来てね、えー、そういったようなあの何、えー、保証なんだっけ 経済安全保障室長まででめてるような人でしょ要は情報管理のプロなわけでしょ。そういったような人を西村さんの後輩みたいな感じで連れてきてるわけでしょ。要はそういったようなね、えー、栄宮家だとか、まあ、はっきり言って天皇皇后両陛下にね、批判するような今、日本人ほとんどいませんから、結局は栄宮家に対する批判だとか、そういったようなね、情報が出てきたら、出てきたら、そういったものを徹底的に管理するっていう、そういう部署なわけでしょ。決してこのね、国民が知りたいような開かれたね、皇室の、 目的じゃないよねこれどう考えてもねそれをやっぱりこのね神田さんが言われてるわけですよもう一回言いますけど自分たちがやりやすくするために警察出身の後輩を呼んだだけでしょうとまさしくそのたその通りだよねなので私申し上げましたように開かれた公室など全然ありえないよねみたいなことです まあ、というようよなことでですね、えー、これは本日、えー、発売されている「週刊新潮」4月6日号ということで発売されておりますので、まあ、またね、えー、より詳細のことに関してご興味のある方はいつものごとくコンビニ GO! みたいな感じなんですけどね。いやーちょっとねまあこれもふざけてるよね本当にね。結局は何 ?A の宮家を擁護するためのこの広報室なんですかっていうようなことに 思えちゃうってわけですね。これは私は勝手に言ってる話ですけどね。でもそういうようなこの人事に思えちゃいますよね。っていうようなことを思うから最初に、最後にね、ちょっと紹介をさせてもらった皇室ジャーナリストの神田さんもですね、そういったようなことを言われてるわけですよ。この神田さんが言われてることもまさしくそうですよね。というようなことだと思います。もう本当にね、何考えてんの経営委長って。 こんなことでですね、あの皇室に関するね、皇族の方々に関する SNS 配信なんか、ほんとまともなもの出てくると思います皆さん。出てくるわけないよね。だってさ、この人ってさ、結局、さっき言ったように、情報を管理するためのプロでしょ結局ね、えー、皇族の方々がこんなことをね、例えばやられておりました、それに対して皇族の方々、素晴らしいね、というようなことを、 広報なんだから、ね、それこそせ、まあ、宣伝ということはちょっとおかしいですけどそういったようなことで素晴らしいですねっていうようなことを、えーそのえー、一般の国民の人にね広報の部署として広めるっていうのが広報室の本当の役割なんじゃないかなという気がしますけど今回の、えー、この記事を、えー、読む につけてですねどう考えたとしてもこれは永遠の宮城を擁護するための部署を新しく設置したっていうことなんですかみたいなことをね「はい経営の長さんこれに関してはしっかりまた責任説明責任離してくださいね」っていうことだと思いますよね。本当にねなんかイライラするような記事だけどねっていう感じです。 はい、えー。ということで、またね、えー、本日また朝出てますので、えー、新築の記事ね、皆さんぜひまたね、えー、ご購入いただいてもよろしいかなっていう感じです。今回の話に関してもぜひまたね、いろんなご意見あると思いますので、お待ちしております。はい。ありがとうございました。バイバーイ。